2000年2月3日、舗装路から未舗装路まで軽快で優れた走破性を発揮する本格的ランドスポーツバイク、ホンダ XR250XR バハを熟成時発売。ホンダ無限工業株式会社は、粘り強く扱い、安い出力特性を持つ空冷、4ストローク、単気筒エンジンを搭載し、オンロードからオフロードまで一段と軽快で優れた走破性を発揮するランドスポーツバイク、ホンダ XR250XR バハをマイナーチェンジ。国内の排出ガス規制に適合させるとともに、カラーリングを変更し、2月4日より発売する。販売計画台数、国内、年間。シリーズ合計、1500台。メーカー希望小売価格。XR、バハ、51万9000円。主な特徴。エンジンは、空冷、4ストローク、単気筒、OHC で、好評の RFVC 放射状4バルブ方式燃焼室や振動を低減する一軸バランサーを採用。今回、小型、軽量でレスポンス性に優れた CV キャブレターのセッティングを変更するなど、優れた燃焼効率を実現している。XR、バハは、力強いニンバスグレーメタリックを採用している。主要書元。通称名 XR バハ、車名形式 BAMD30、 全長 M2.140、 全幅 M0.820、 全高 M1.220、 シート高 M0.860、 車両重量 KG137、 乗車定員1人、燃料消費率 KML40/60km/h 定期走行テスト値、最小回転半径 M2.1、 エンジン形式、種類 MD17E、 空冷4ストローク、 OHC4 バルブ単気筒、総排気量 CM3249、 最高出力KW-TS-RPM21-28-8000、 最大トルク MM-KG-MRPM25-2.6-7000、 キャブレター形式 VE88、 指導方式セルフ式、飛ばし装置形式 CDI 式バッテリー点火、潤滑方式圧奥式ドライ散布式、燃料タンク容量 L14。 セキセイインコのタマちゃんチャンネルオープニング。